はい始まりましたかね映ってますかね ?9 時になりました。「ララせいチャンネル」改めらくらく生チャンネルになりました。はい皆さんこんばんは。もうご覧いただいている方もいればまだかもしれない。はい今日は第8回目ということでね、はい、5月になって第1回目。 うん、トータル第8回目ということですごい人をお呼びしております。日本人なんだけれども、えーイタリアね、在イタリアに32年という方ねあのお呼びしてるんですけれどもその前に楽々生きるチャンネル楽々生チャンネルは一体どういうものなのかっていうのを、ね、先にお話ししていきたいと思います。も、はいえー、もっっとと楽楽しくくに生きていく っていうことをねあのしていただきたいなっていうことで有益な情報を提供するために配信しております。で、私のビジネスは主にセールスをねお伝えしているわけなんですけれども、セールスって言ったらねあの売れればいいとかっていうわけではなくって、お客様の欲しい未来を手に入れるためのお手伝いをしていく。うん、それがセールスの一番のね醍醐味じゃないかなって思っています。そして。 お互い良かったねってなっていく、ここをね、目指していこうって考えております、はいで。この配信はまだ知らない方もね、たくさんいらっしゃるかと思いますので、今ご覧の方はぜひシェアしていただいてで、あとコメントとかね、ハートマークとかいっぱい押していただけるとね、私も励みになるということで、よろしくお願いいたします、はい。ではでは、今日お越しいただいた方、どんな方か、 っていうのをね簡単にご紹介していきたいかなと思います。はい見えますかね。今日は国際総合芸芸術推進協会の代表理事、現役のオペラ歌手の加納富明さんです。はい。 在イタリアに32年ということでね、今、たまたま、ね、日本に帰ってきてということでね、しばらく日本の方に、ね、お住みいらっしゃるということで、ぜひぜひねあの、対談していただけたらということで、今日は叶いました。で、富江さんとね、出会ったのは、えー、1年、2年ぐらい前ですかね、あの動画の編集講座っていうのが、ね、あったんですよ。 で、その時に一緒にねあの学んでいる仲間っていうことでなかなかねあの動画を編集していくっていうことを難しい中ねすごいものをねあの、うん、作られてる記憶がありますね。はい、ということで、えー、登場していただきましょうかね。はい、では富江さんに登場していただきたいかと思いますが。 ご準備はいいでしょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんはご無沙汰しております。はい、どうもそです。はい、なかなかね。あの直接2人でね。お話しするっていう機会はなかったんですけどね。はい、今日はご参加いただきましたありがとうございます。こちらの方こそよろしくお願いします。はい。 では早速富江さんに自己紹介お願いできますかはい皆さんこんばんは在イタリア32年現役おっぱり歌手国際総合技術推進協会代表理事の加納富江です私のそのまあ活動内容としまして娘がですね6歳の時からバレーを始めましてそれでずっと私サポートしてたんですねそのサポートがきっかけで始めた えー、海外で活躍されている日本人のプロバレーダンサーの方々との対談ライブをもとに、えー、現在はオンラインバレーサロンですか、プラスあと国際創業イベント企画、それから主催ですよね。で、えー、海外で活躍されているプロバレーダンサーの方と一緒に、えー、世界に羽ばたく。 若いねダンサーを育ててサポートする活動をしていますはいよろしくお願いしますはいありがとうございます時ときときどき猫日本語がドルドルド,ド,ドってなってね <laughs> あのイタリア語みたいになって聞き取られてやってなるんですけどね<の>大阪神なんですよね <laughs> そうです高井ですはい。 はい、じゃあね大阪同士でちょっとね、うん、気楽にお話をねお伺いしていきたいなと思ってるんですけどもえ、はい、国際総合芸術推進協会なんかすごい漢字がいっぱいあるんですけどねこれは <laughs> 何をしてる協会なんですか、うん、あの主にね私だからオペラ歌手なんでオペラとバレエですね。 両方私もだからオペラ歌手でトラビアーター椿姫でデビューしたんですけれどやっぱりダンサーがねープロバレーダンサーが、うん、あのまあ、オペラにね入ってくださって踊るシーンもあったしそれなんで、うん、それに掛け合わせがいいんですよね。うん、<ー>それでたまたまですけどうちの娘が、うん、あのバレエやってるから。 <laughs> それで私もサポートしてる側やし <laughs> あそしたらオペラだけじゃなくて、うん、バレエもそしたらサポートしていくって形で両方やってますじゃあオペラとバレエとかそういう芸術系ですよね、うん、はい舞台芸術<お>、うん、舞台芸術をサポートしていくっていうそうですはいなるほどえっ登美さんはどういうきっかけでオペラを目指したんですか きっうん、うん、だってこうなんか私はそろばんとかね <laughs> そんな感じの習い事なんだったから、うん、そのオペラを目指すとか、うん、バレエを目指すっていうのは私の時代ってあんまり周りにそういう人はいないんですよね今知り合いのお子さんがバレエ習ってるとかっていう人はねちらほらいらっしゃるんですけど時代的にオペラを目指すっていうのは、うん どんなきっかけだったのかなって、うん、あのですね、うん、私のことの始まりっていうのが、うちの母がねあの、すごいクラシック音楽好きだったんですよね。で<ー>もう生まれて、もう幼少の頃から家の中の音楽って言ったら、クラシックか、かなかった、うん、<laughs> <laughs> うちの父が南葉ーで、うちの母がクラシック系なんですよ。 だから、う他の音楽はなかったんですよ。ディズニーとかね、知らなかったし。うん、で、うちの母が、うん、そう、コーラスをやってたんでね。それで、うん、ほら、練習するなんですか、家で。そしたら、私もだから、聞いて、聞こえてくるから、なんか、歌ってる、自分がいててね、小さい時に。それでもう、なんか、あの本能的に、 ほら、二階建ての家やったらね、階段の上の方で、なんかちょっと響くとかあるじゃないね。踊り場みたいに、ちょっと天井が高いとこね。そうそうそう、そこら辺にそう歌ってた、自分がいてたみたいで、うちの母が勘違いして、この子は才能あると思ったみたいで、それで中学受験したところが、音大付属みたいな学校やって。へそー。で、十二歳から、あの、 まあ音楽が大学のまあ特別コースみたいな感じで中学からね、うんうん、それで放課後に音楽のレッスンがあったり私は歌が好きだから歌かの方でねでもう教授につ疲れたっていうか学校から「この先生」って言われてへえすごいやっぱり才能はあったんじゃないですかじゃあ才能っていうからやっぱり好きだから上手くなるっていう 感じ私は歌は好きやけどピアノは嫌いって <laughs> もうすっごいはっきりしてて <laughs> いや好きなことにのめり込んでいくってそ,<う>それ大事ですよねうん、うんうんうん、それはじゃあ中学校からずっと高校大学を大学も音大でその先もあるんです、うん、それはだから音大出たあとは関西歌劇団って言って歌劇団に所属してました 留学する前はうん何年ぐらいで2年ちょいかな、うん、<laughs> でそっから留学したんですそうですね。うん、うん、ていうか自分の世界がそこじゃないっていうかわ分かったから。えのその,その分かるっていうのは何どういう理由で分かるんですかもうだからもう、うん、要,要するにあの何が違うとかって思うんです。うん、あのね、うんノルマ 例えば、私がオーディションを受けるとするでしょ、何々役のオーディションを受けて、はい、受かりましたってなったら、うれしいと思ったら、はい、30枚って言われて、何これって、枚けて例えばね、私の頭の中では、歌は仕事なんですよ。 だからなんで30万私に持たせるの、うん、ってそれだから売ってこいっていうか言われてる気がして <laughs> これなんなんってこの世界が分からへんからもうだから、うん、日本はおかしい国やと思うし今もそう思うし <laughs> 結構でもそういうの当たり前に聞きますよね舞台出るんだったらこのチケットがさばいてこいとか日本にどっぷりいると当たり前なやねんけど海外からしたらむっちゃへいんいやでそれって。 あそうなんですか海外はどういうシステムになってるんですかシステムだから国のだから援助があるから芸術に対してああそうか、うん、ああでも大阪とかでもねあの大阪府とか大阪市の援助がなくなったあの段みたいなありますよ、うんうん、残念ながらうんうんうん、うん、そうかそ,うんそれが嫌でもうイタリア行きました、うんえー えその頃って、イタリア語をしゃべれたんですあの必修だったからね、大学で。でも、それだから文法とかは習ってたけど、うん、イタリア語、ドイツ語とかね。うん、でも、うん、会話となったら、うんうん、結構厳しかった。だから、大学出て、それで、あそしたら私の世界はここじゃないと思った時また習いに行って、会話、うん、イタリア語の会話を習い始めました。日本で、ね 必要だったら学ぶんですよね。身につくしね。うんうん、なんかたくさんの人が見ていただいてますよ。うん、あ木村さんこんばんは。ダンサーになれるかなーって。ちょっと木村さん,、はい、ん,ん今から目指すのはちょっと体がゆず気がないような気,、ま、気がしますけど。前 <laughs> <laughs> に前のダンサーになれる年齢とかってあるんですか目指せる年齢。

はい。トミーさん、はじめまして、アキラです。ありがとうございます。うん、いつもね、ご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あの視聴中の方、黙ってみてないであの、コメント入れてもらえると、私は嬉しいです。パ <laughs> <や> <laughs> ばんはとか <laughs> 入れてもらえると、モチベーション上がります。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> そんな感じで、イタリアに行って、うん、すぐにこう。 成功って言ったら変ですけど、行ってすぐにこう役がもらえたりとか舞台に出たりとかってできるわけではないんじゃないかなって思うんですけど、留学して、向こうで、そのまま向こうに行ったんですか留留学学は91年にににミミララ入入りましたミラノに入って留学だから、うん しばらくいてて日本に帰った、うん、もうずっと三十二年ずっと行った気 <laughs> もう行った行長い留学あ<う>とはずで9 a 9うんそうエフォーマンじゃあそこで留学っていう形でイタリアに、うん、ミラノに行って、うん、そっからこう言葉もまだまだあんまり通じないとかっていうのもあったりとか 向こうう良かったですよもそんなのオーディションの世界だと思うんですけどね。うん。うんで。どのぐらいでこうデビューできたんですかもうデビューなんてそんなのあの永遠にないと思ってました。すごいすごい。ここじゃないと思って行ったけど、あデビューこれね、れねうん、あの皆さんに言わないといけないっていうのは、あの、うん、音大っていいと思うんですよね、音楽大学行くのは。でも 歌はあのー、なんて言うか、海外で例えば私みたいに、イタリアで、あのー、仕事していこうと思った人は、もう耳、<laughs> いたあのー、日本の音大に行くっていうことが耳です。と、うん、いうか、歌を習うのかね、音日本の音大で歌を習って、 例えば私みたいにイタリア行ってさあ仕事しようと思ってるけれど全然通用しない。う、えーん。これから行こうと思ってる人とか今行ってる人とかいてるのに <laughs> そんなバッサリ切るわけ、うん。うん。うん、でもこれは本当にそうなの、うん。だから1年2年じゃ無理です。うんうん、私、例えば私は91年に入ってそれで5人ぐらいの先生をね いい先生をやっぱり選んで、うん、それでオーディションに行くんですよ、うん、文科生にしてもらうためにで一人一人のね先生ところにレッスンに行くんですよね、うんうん、でレッスン行くためもオーディションがあるんですねでそうですその先生の文科生にしてもらえるかどうかっていうのは、うん、私はだからてうの？それほどだからあの下手じゃないと思っててまあまあまあ上手いかなと思ってたような人間でね、うんうん <laughs> で結構自信あって、<laughs> ドア叩いて、コンコンって、はじめましてって言って、よろしくお願いしますって、ね、あの弟子にしてくださいっていうふうなか形でオーディションするんですよね。うんうん、なら、一人の先生、最初の先生言ったことは、うんうん、僕は無理やって言わって。で <laughs> <を>、<laughs> イタリア語で、うん、君を生徒にするのは無理やって言われて、何で <laughs> な,なんですかって聞くじゃないそしたら、うん 君も25歳でしょって。<laughs> えって、そうですけどって。うん、いや、君、そしたらこの歌い方、要するに、うんあの、イタリアの歌い方と日本の歌い方違うんですよ。発声法がうん、うんで。で、例えば文化庁で行くでしょ。そしたら国から来てるから、先生らはもうそれ生徒として認めなあかんのですよ。でも私は個人で行ってるから。うん もう先生、うん、言,い言いたい放題 <laughs> だから <laughs> そう通用しないとかそうなんで要するに25歳でこういうふうな日本的な歌い方やったらもうゼロの出発じゃないよ君って言われてゼロじゃなくて全くゼロルスタートやって今までの歌い方を全部全部そうあのもう何て言うの捨ててその悪い癖を直すのから始めなあかんって言って。 何人かかると思うって言われてや <laughs> えって何年な,なんですかって <laughs> こっちも。<laughs> 生きてきたと同じぐらいですって <laughs>。<laughs> <laughs> そう。本当ですか。うん、そんなばっさり言われるんですね。そ,<う>それ一人目。そう、次の先生は絶対大丈夫と思えない。うん、この先生おかしいと思って。うん、<laughs> で、次行くじゃないちょっと同じこと言われるわけ。また <laughs>。えって、また同じこと言われるわけ。 2人ともおかしいわって思ったんですよ、ね、まだおかしいなって、っまだいるって、まだ先生いるからって、どんどん行くわけよ。<laughs> そんなものすごい、だから、同じようなことを言われるわけそれも、それはだから、今考えると、すごい親切なのはなんわけよねそうですよね、理由を言ってくれるっていうことで、ね。そう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 。で、要するにいろんな先生いるし、イタリア人やったら、日本人見たらすごいお金持ちと思うし、うん、かウェルカム、ウェルカムで。うん なんかわけのわからんなんかね発生法でもなんか OKOK、うん、で教えてくれる先生がいるんですよ、いっぱい。でも<ー>私が選んだ先生らは超一流やからもうそんなん嫌だじゃないですか、本人がそういうふうな仕事するの。うん、だからはっきり言ってくれない。うん、うんでも私のことを認めてくれる先生はどっかにいるって思うはずでしょもうだからくらくい,いっ あのの頃ってもうコンピューターとかないしだからもう知ってる先生もいなくなったもう全然ダメやっただからもうポイにトまっててうん途方に暮れててどうしたらいいのってこんな感じでどうしたんですどうしたんですもう1年間もう泣いてた帰るに帰れず帰れませんよねそう親にも内緒仕送りはしてもらってたんです仕送りはやってもらってたうん あえ泣き暮らして1年経って。うん、っていうか大げさなやねんけど。<laughs> <laughs> <laughs> でも、まあそののぐらいの気持本当やったらもう、なんていうのかな、あのー、私のイメージとしては、91年の6月から入って、うん、もう7月ぐらいから先生、ね、うん、見つけて、それでもうねあの、レッスンを始めてる状態と思ってたわけ。 うん、それがことごとくアウトやって、うん、私先生いないわと思って、うん、何してんのやろって。<laughs> でど,どうやって改正していったんですかそれ固定、ね、していったのは、うんうん、もうすれだから、うん、もう3か月ぐらいもう鬱、打つ <laughs> 打つ状態 <laughs> でね知ってる人とかもなかなかいなかったし、うん、日本人でね、うん <で>うん、ましてそんなイタリア語うまくないし、うんうん、それでだからもう家の中でずっといてるっていうのはどうしていいかわかんないしでも唯一の救いは <laughs>、うん、唯一の救いは二十歳の時に私ヨガやってたんですねヨガ日本でうん、うんうん、ヨガ、うん、でもうだから5年ぐらいやってるでしょ私25で行ったから、うん で、うんその、その当初からね、もう、教育テレビの、あの、ね、先生やってはったし、NHK の教育テレビで教えてはったし、うん、で、うん、もう、だから、全国教えに行ってはって、で、その先生がね、うん、要するに、ルーツが、あの、あれよ、大阪音大のピアノ科の,、うん、の試験受けて通ったんですよね。でも、要するに、音大行かなくって、 あのね、うん、まあ、違う大学行ったんだけれど、そんなんでピアニストなんですよね。だから、私の音楽のこととかね、うん、先生とよく喋ってたし。で、その先生、手紙書いたんですよ。たちまぐらい、もうボロボロで、打つ状態でもう、<laughs> もう <laughs> どうしたらいいんでしょうかとかさ。ドイツの先生も私の性能を分かってくれないとか書いたんですって、<laughs> もうどうしたらいいのかわかりませんとかね。うん、うん、と。そしたら先生が。 あの頃ね、本当、イタリアなんてあの手紙書いたら届く確率がむっちゃ低いわけよ。<laughs> で、よ届いたなとか思って、で日本から来た手紙も私の方に届いたから、本当、これ幸せなと思って、あれが届かなかったら、今の私はいない <laughs> ぐらいのすごい重要な手紙だったわけ、うん、自分にとって。う返信に変えたってことばが、うんうん、あれ。 修行しなさいって方ってヨガの修行しなさいって。あ<ー>うん、であの、うん、よかったんがその、うん、私の習ってるそのヨガっていうのがあの千日行っていうのがあってね2種類あって、うん、千日ずっと毎日するのね。うん、で簡単なのとハードなのと、うん、イージーと、ね、ヘビーとかあって。 で、私、こんなボロボロやったら、絶対イージーやったらさ、聞けへんなと思って、ハード選んで、<laughs> そこがトメさんの素敵なとこよね。いや、ハード選んで、うん、で、そのハードっていうのが、うん、あのブロック、100日とか200日、各その、ねうん、ブロックごとに、どんどんヘビーになってくるのよ。最初は、イージーと同じぐらいなのね、まあ、1時間ちょいぐらいの。うん うん、それなんでプログラムで、うん、100日だったらなんか1.5倍とか <laughs> 2倍とか3倍とかもう最後の方が5時間6時間の世界。すごい。うん、でもしっかり呼吸が整って体が整っていくっていう感じでしょそうだからねあれ修行してた時もう、うん、朝起きて5時に起きてそれで歯磨いてそれでやりだすのよが、うん、ね。 実践するの一人でね、うんうん、ほんで、もう1か月もしないうちに、もうだから自己肯定はむっちゃ低かった、自己肯定感。うん、それが1か月後にはもう、うん、もう、アイラブ自分になるわけよ。めっちゃ偉いって。うん、<laughs> それぐらいか。素晴らしいヨガの効果。うん、そう、うん。それでもう、なんていうかな、引き寄せるっていうのは、自分の運がついてくるのが分かるわけよね。もうエネルギーがすごくガーっててて満ちてきて、うんうん そしたら、あえる先生も出会えた。その私が希望する歌の先生と出会えたのが、うん、ちょうどか1年ぐらいのち92年。すごーい。うん、そっからこう上がっていくんですね。いや、全然。<laughs> <も> <laughs> <laughs> だから、見つかったっていうのでね。見つかったのが、そう。うん、それからだかららだ先生は 私の先生はイタリア人でね、女の先生で、でうん、もちろん第一線で活躍し,たしてはって、それで引退されてね、それで教える方に回ってはったんだけど、でも私見て、かったのが、富江に教えてあげるけれど、でも、これだけは絶対守らないともう教えなくなるよって言われて、条件付き。えー、うん。だから先生、私と、だから私が先生,、うん、先生と、うん、うん、そう、一緒に、 レッスンするときしか歌ったらかんって。で、毎回レッスンでカセットテープに録音して、で、うん、家帰ったら絶対歌ったらかんし、そのテープをもう何回も聞いて、うん、ずっと聞いて、で、私がこういうふうな歌い方やったらいいよって、こういうのはだめ、間違ってるっていうの。うん、C の。で、自分で。 聞き取れないとかんってまず当たり前やなと思ったけどそれってすっごい辛かった、うん、歌ったらあかんぞも宣言されて,て私歌う歌いに来てるのに歌ったらあかんっては何だったって、うん、だから発声からも要するにバレエやったらあのバーレッスンプリエとかそういうふうなだから、うんうん、基礎基礎の木からやらされた。 ええー、やらされたっていうか、基礎のキーから付き合ってもらえたってことでしょう。まあね。一 <laughs> <laughs> 年前は五人、五、ね、人に、あかん、あかん、あかんって。そう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 。言われてたわけだから。すごい,先生いす。うん、あまりにもかわいそうやと思ったんかなと思って。先生。うん,うん。救いの手を差し伸べてくれた私に。すごい観音菩薩みたいな先生やね。<laughs> うん。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  すごいなあで歌えなくって聞き取ってうん、うん、それ何年継いだと思うその練習三年そこまでいけへんそこまでいったらもうあかって二十八二十九石の上にも三年かないやいやと思って<ー>そうじゃなくていやいやあのね二年ちょいはかかった はあ、先生から「もうこれで<っ>そしたらうん、うん、じゃあ歌っていこうか」って言われたが2年ちょいかかったそれまでつらかったよすごいねー歌いに行ってんのに歌ったらあかんって言われてそ,<う>そのこう言われたことをきっちり守ったっていうのはすごいですよねそれやってなかったらもう無理イタリアでは歌えない そ,それを我慢できない人っていっぱいいるんでしょうね。ともうんだから日本に帰ると思う。そっか、だから三十二年在イタリアなんですね。<laughs> <laughs> そうそうそう。<laughs> そう。ええ、まだまだいっぱい聞きたいけど、そうやって。こう椿姫として舞台に立つまでって,言って。 いろんな経験されたと思うんですけどね。今はなんかクラウドファンディングとかもやってるっていうお話をねちらっと聞いて、私もね、ちょっと気持ちだけ応援させていただいたんですけどね。はい、ありがとうございます。うん、なんかね、えっ、ー、とまた見てくれてる人がいろいろ入れ替わり、立ち替わり、吹いてますよ、うんえー。さっきのね、ねのパスタはマジ食べれるんですか食べません。<laughs> <laughs> 木村さんの夢がパスタに変わりましたね。でもパスタ楽やからね、すっごいシャシャっとできるからね。いいんだけど、私はだから日本食好きやし、お米とか食べてますね。素晴らしい。納豆も作るしね、日本イタリアで。納豆、向こうで。納豆菌ね。 そんなんどこから持ち持ち込むんですかえ納豆菌はね友達がねあのー、持ってきてくれた日本からそう、うん、大豆は売ってるし、うん、なるほどなるほどじゃちょっとクラウドファンディングのお話聞かせてくださいよはいはい4月3日からですね私はこれ、うん、あのー、あれですね対談ライブ YouTube 対談ライブ もとはね、フェイスブック対談ライブやってたんですけれど、それが3周年記念で、4月3日にね、お祝いしたその日にクラウドファンディングスタートしました。何のクラウドファンディングかというと、私の,そのね国際総合技術推進協会のその企画のね、そういうふうなフェスをね、今回、だから2025年に本出しようと思ってたんですよ。ででも私ののがそそうするとで可能性そんなん せえのって言われて、えでも私、25年にするからフェスってえ、でもそんなフェス、大きいフェスやったら、今回ちょっと小さめのやっといた方がいいんちゃうのって言われてあ、それもそうやなって思って、<laughs> それもそうやなって思って、で急遽二2月の終わりぐらいにそんな話になって、で3月で,月で4月でしょ、1か月ちょいしかなかって準備するの、もう慌てて、慌てて、もう作り上げたのが、これなんですよね。 うん、で、うんうん、バレエピクニックフェスって言って、うん、で、私がそういう、そんなあの活動としてね、プロ、えっ、ー、と、海外で活躍されてる日本人のプロバレダンサーとの対談なのやってるから、もう、延べ95人ぐらいいはるんですよ。私の知ってる日本人のプロバレダンサーがね。だから、その人らとコラボして、それでフェスしようと思ってて。うんうん、で、何をしたいかっていうと、<laughs> あのですね、 やっぱり日本のバレエダンサーっていうのは、そのバレエ団っていうのは、なかなか国の、ね、援ゃないし、で食べていくのは大変なんですよね。それがやっぱり先ほど言ったノルマ性、チケットとか、あ<ー>あいうのも、もうね、にるそうそうそう、うん、だからあの海外のバレエ団に就職すると、そんなことなるんですよね。もちろん踊ることが仕事だから、うん 朝、それから夕方ぐらいまであってそれで終わりとかそれ、公演がある日あったらまた公演とかねだから踊ってて、うん、それからレッスンしててでお給料もらえるっていうことやし、うんうん、そういうなんでもうかなり日本人の人が多いんですよね海外に出ていくダンサーが。でもなかなか、あのー、契約もらうのが難しいんですよね。 るも私もそのプロバレンタスなことといろいろお話聞いててこれが分かったのがやっぱりその、ねあのー、人とのつながり横とのつながり人脈でオーディションでも2通りあってねオープンとプライベートっていうのがあってオープンやったらもう200人300人の中。 もう揉まれて揉まれて <laughs> 見てもらってないから100%って言ってたからみんな受けに行って落とされてもなんだかんかんだか分からへんって言うので帰ってきてうんそれがオープンオーディションねでもう一つのがプライベートっていうのがあって、うん、それは少数の人数、うん、10人もいい人も56人、うんうん、で3人とか一人の人もいるしねマンツーマンでなんかオーディション受けた人とかも、うん、そういうのプライベートオーディション を獲得するためのハウツーを私はもう伝授してもらったから、うん、そういうふうなことをお伝えしようと思って、えー、そ,うそれでオンラインサロンと開いてるしであとズーム交流会でもでこのちょ,ちょっと前2日前にねやったのは、うん、あの東京のバラのねスタジオを持ってる先生の,あの生徒さんと親御さんが入ってでプロバラダンサーとみんなでわちゃわちゃ楽しくやってたわけ。うん そうい,ううないろんなね、就活の話とか、うん、お母さんの悩みとか、うん、子供の悩みとか、いろいろだから、プロの人に聞いて、私がだからね、進行役で、うんそう,そ,うそういう,うなんで、<い>バレフェスも、んんねうと、ん、バレフェスも、朝からプロとお友達になるためのお昼一緒に食べたり、うん、だからピクニックってついてるんだけど、あそういう意味なんですね。そうそう だからこの、この日にすごくお友達になって、うんね、つながってもらって、うんうん、プロとつながってもらって、それで、うん、ま,また1年ね、この日だけじゃなくて、1年間、うん、1> いろんなプロバレダンサーとのつながりがあるよっていう風な私は紹介するフェスなんですよ。で、レッスンがあったり、トークショーがあったり、あとパフォーマンスもあるから、 もう一日中楽しみますよっていう形のフェスです。うん。ね。私のね知り合いの息子さんが、うん、あの今高校生ぐらいなのかな？中学生か、うん、あの男性なんですけどね。うん、うん。あのトミーさんのことをね。 こういうのがあるよって言って、うん、以前に紹介した時にうれしいってバレーの情報ってほとんど上がってこないし入ってこないのよって言ってたんですよ、うん、で本気でこう子供さんたちの夢に向かってやる時に親御さんは応援したいなと思ってても、うん、ねえ分かんないっていうのはプロと関わるのはいいですよね情報が入ってきて、ね、実際昔の私が5年前、うん 娘がね、うん、あうちの娘がハーフなんでねイタリア人のね、うん、で14歳の時にね14歳1か月でドイツにバレエ留学したんですよその当初、うん、私は全然分かんなかった何してあげたらいいかもう全然もう皆無、うん、オペラのことわ分かるけどバレエは分からんとだからどういうふうにサポートしてあげたらいいか分かんないしう例えばなんかモヤモヤ感でずっといてた。 娘もすごくプレッシャーとかですごい押しつぶされてるっていうイメージしたし、うんうん、もちろんもちろんコロナもあったしねその当初ほんでもう見事もうだからうちの娘はあのしい込むほあね<ー>性格上背負い込んでそういうのだから自分のストレスとか背負い込んででどんどん食べ物過食になって10キロオーバーで帰ってきた <laughs> もう退学退学よ 飛べもう飛べないなもう飛んでるけど飛べてないよ。う,ん、<laughs> そ,うそんなんでやめるとか言ってたよその当初。でも私もほら小さい時12歳から音楽の世界入ったから、うん、もうどんだけやめたい言ってたかうちの母に。うん、でもうちの母はもうね私が言ったら返したことはもうちょっと頑張ってみ。 ってもうちょっと頑張ってみって言ってくれたから今の私がいるからう,うちの娘にもうもうちょっと頑張ってみって言って <laughs> <laughs> <う>もうちょっと頑張ったんですねお嬢さんはそう今お,、うんうん、おかげさまでもうなんて言うのもう19歳7月19歳けれどドイツのカンパニーの研究生として旅立しますうん、うん いろいろあったよ。まだ完璧にそんな痩せてないしね、うん。経験者だからこそあの語れることってあるじゃないですか。うんうん、で音楽の世界っていうかそういう芸術の世界にいててもわからない部分もあるし、うん、そういうふうに考えると日本にいてて子供たちを海外に行かせて留学してそういう道に行かせて。 ね応援したいなっていう親御さんにとってもご本人にとってもいいきっかけですよねこのバレエピクニックっていうのはね、うん、だからそんな環境にやっぱりね、うん、あの自分が入っていくっていうことね、うん、例えばそのバレエフェスねピクニックフェスはもうどっぷりその環境の中にいるっていうことだから、うん、<laughs> これがねあの 例えば、私のやってる、主催してるオンラインサロンやったら、うん、もうだから、月3人のプロバレダンサーの方と、ズーム交流会やったり、ね、親御さんだけのグルコンとか、うん、子供だけのグルコンとか、うん、要するに困ったことを解決していく、うん、そういうふうな、だから、うん、ありがたいサロンを私が、自分が欲しがる。<laughs> 自分が欲しかったものを作った、ね、そうそうそうそれって大事ですよね、うん、そうそうそうそれは大事自分が欲しかったものがなかったら自分で作ればいいやんっていうそういうことですよねただね私ね一回ねバレエ見に行ったことあるんですようんあの一回二回かな、うんうん、お友達があのバレエをレッスンをねやってる人がいて見に来てっていう、うん、それは発表会、うん、それかプロ 発表会。発表会うん、うん、でチケットをだいて見に行ったんですけど、うん、1>, 1回目ねさすがにね寝ました。<laughs> ね、いや私はプロのを見に行って寝ました。<laughs> <laughs> え2回目は オペラも入ってたんですよ。途中なんか歌う人とかもいてたから、うんうん、その時はね、あの寝寝なかったんですけどね。うるさかった。オペラ。いや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 。<laughs> あのなんかあの音楽だけは眠りを誘うわと思って。<laughs> うんうん。で美しくね演じてらっしゃるんだけど、そんなんも間近で見れるわけじゃないじゃないですか。<laughs> うんうん。だからこう、う <laughs> っ <laughs> あれってなんかあの素人が見る時ときのコツ、やっぱりね、あのうん、バックグラウンド、日頃、どういうふうな<か>、ね、プロバレダンサーとか、ダンサーのルーティンとかね、うん、朝、どういうふうな、ん、バレエをのレッスンをする前に、ねうん、あの柔軟していくとか、うん、そういうふうなを見てたりしたら、うん、どういうふうなレッスンをやって。ねね <laughs> そうそうそうただ単に舞台上で見てるとあのうん綺麗やなってあすごいなって終わっちゃうのよあ,あそっか、うん、そうやっぱりそこのストーリーですよねその人の生き様みたいなそう,そう,そう,そうこれを踊るためにどんだけの努力してるのかっていうところをやっぱり見てほしいあそのその人の生き様とその演じる題目の ストーリーですよね。どういう思いでそれができたのかとか、作った人はどういう思いなのやっぱりそこは絶対共通点ですね。うん。うーん。いやすごいなんか今感動してます。<laughs> そうですか。<laughs> そこ本当にね、大事ですよね。うん。うん それも、私も昔のヒロミさんと一緒やったわけよ。うん、だから、例えば私、イタリアって言ったとミラノでね、ミラノスカラザの、うん、もう超い有名なダンサーのジゼルを見たんですよ。だ、うん、から5番目の中心で座って、ね。うん。一、うん、番目立つとこですよね。っうん、むっちゃいいわーと思って。私も、小さいちちゅあのあの、幼稚園の時から、 もううちの母がコンサートとか連れてってくれててクラシックよ、もちろん見た見ハローじゃなくてクラシック <laughs> を聴きに行っててそうしたら寝てたわけ、いっつも。うん、でもその指揮者のなんか最後のバンバンバンっていうところでスッと起きて拍手してる人間やってそそそうそうそう,そ,うそれぐらい得意技やってすぐ起きれたっていうの。 うん、そんなやったからもうクラシック聴いてあ聞いていやなと思ったら打とうとしてもう目がもう,もう閉じちゃうわけよね。それがいたけれど、うん、でも実際自分の娘がバレエ習い始めてもうそれは娘の踊るところのね、うん、あのレッスンとかわ私は見た人間なんよねお母さんでも普通やったらほら、あのーうん、娘とかを送り迎えするだけじゃない。 ほんで待ってるとか、ね全然なんかドアの向こうで何やってるか分からへんし、私、すごい興味あったし、待つの嫌やったから、私もそのクラスに入って踊ってた。子供の <laughs> 子供のクラスです、うんそう。そう。2年半踊ってた。そ,うそ,うそううんそうなんがあるから、うん、先生のやっぱ気持ちも子供のやる気も、すごい、うん、いいものを私はなんていうかな感じたっていうの。バレエの世界行って こんな素晴らしいんやっていうこと、うん、だから今の活動があると思う、うん、あそこでだから普通のお母さんやってたら送り迎えだけやってて、うん、あそしたらもうそんな感じでねあなんかコンクールぐらいしか分かんないじゃん見ないじゃないうちの娘がコンクールで踊ってる、うん、ああ嬉しい楽しいなんかええわって感じででも私はだからレッスンやってて 2, 2, 2, え2年半ぐらい一緒にやってたから うん、もうそれだけじゃ、うん、あの語れないっていうのもうどんだけハードに練習してきるしてるかっていうのバレエのこういうふうな踊るのをどんだけの時間費やしてるかとか思うともうだから寝れまません失礼し,ましたこういうふうなことがあるからね、うん、今現在も、うん、サポートしてるってことかな分かります。 見ていただいている方、アーカイブでご覧になる方とかね、そういう思いを持って、このバレエピクニック来ていただけたらなということで、はい、クラファンのちょっと案内を送っときたいなって、今、コメント欄に貼らせていただきましたのでね、こちらを見て、はい、ぜひぜひね、えーと、5月の30日の9時までなんであの、ぜひぜひそれまでにね。はい よろしくお願いします、うん、皆さんポチポチしていただけたらいいかなぁ <laughs> と思っております。はい。これ、はい、はでも最後これねプロパンね,ね、うん、あのやってるんですけれど、うん、これねあのバレエピクニックフェスは全然そのバレエと関係ない方例えばほら今日ね私が語ってるので、えー、何かなんか面白そうやなと思ってる人ももちろんもしそうな高名さんに会いたいなだけでもいいんですよね。<laughs> え、ケルベさんも来てくれるの？嬉しいわ。<laughs> <laughs> その日はね、難しいです。難しいですか？<も>うん。うん、あの日程的にはね、ちょっと難しいんですけれども、うん、応援はしてあの海外にね出ていく夢を叶える人たちのね、うん、応援はしたいなって思っていますね。うんうん、はい、はい、ありがとうございます。はい。っていうことで。 さんと最後に何か皆さんにお伝えしておきたいこととか,ありますか、うん、はい、うん、やっぱりねバレエはあのー、うーん小さい時からもう3歳ぐらいから、ね、初めに子いるんですよ小さかったらそれで18歳19歳だったらプロなんですねそれで、えー、パフォーマーとしたら30歳、うん、ちょっとあとぐらいからもう引退なんですよねものすごく短い うん、ですんで、ね、そんな短い世界で頑張ってる、うん、そういうふうなプロバレダンサーの方、もちろん、ね、後輩ちゃんとかも、うん、それに向けて、うん、すごい情熱燃やしてる何かを、ね、皆さん、ね、感じていただいたらなと思います。その舞台とかね、うん、あとバレエピクニックフェスとかも、ね、あのパフォーマンスもあるけれど、そういうふうなワークショップ、レッスンとかも見れるからね。 普段そう,うふうなお子さんとかがどういうふうなレッスンやって、で、徐々にね、上手になっていって、プロになっていくとかね、うん、そういう,うな過程をなんか見ていただけたらなと思います。もちろん、あの、トークショーもありますからね、質問とかね、いろいろできるんで、うん、一日ね、そのバレエにどっぷり使っていただきたいなと思います。い皆さんねあのバレエにちょっっとでも興味持った方 はね、ぜひアマガに通っていただけたらなと思います。はい、では今日は、えー、在イタリア三十二年の、はい、あのトミーさんの階談ライブでした。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼しまーす。さようなら。